一石本格というふうに取り立てて言う必要はないと思うんです。本格のミステリーというものがなぜ発生したかという説明をすればそれで十分というところがあるんですね。本格のミステリーっていう言葉は日本語で甲賀三郎さんという人が命名したわけですけれど、彼は推理小説という言葉も作ります。そういう言葉を作り出す名人だったんですね。その話は必要なら後でしてもよいんですけれど、本格ミステリー、日本でいう本格ミステリー、向こうで言うとピュアディテクティブとか、今ロックドルームミステリーっていうような言い方が定着しつつありますけれど、どこから始まっているかというと、1841年のモルグ街の殺人事件というエドガー・アラン・ポーが書いた小説から始まっているわけです。これが大変素晴らしかったので、模倣者が行列を作るようにしてジャンルが発生したっていうことがあったわけですね。なぜ素晴らしかったのかというと、この理由はただ一つなんですね。科学なんですね。1841年頃、19世紀半ばに何が起こったかというと、ヨーロッパに科学というものが台頭してきたわけです。そして科学と同時に科学的な論理学というもの、当時の科学というのはまあ素朴なものでしたから論理学に近いものだったかもしれません。そういうものが台頭してきて、それがいわば科学革命といったようなものを社会に起こすわけですね。そしてヨーロッパもアメリカも、まあヨーロッパを中心にして社会のありようも変えていくわけです。広い意味ではこれは議会政治であり、選挙制度であり、戦争の終了、戦争できにくい時代になっていくことでもあり、民悪論的なね、為政者と一般大衆との関わり方といったような問題にも広げられるんですが、何よりも最も大きな影響を与えたものは芸術のジャンルであったわけです。一つには例えば絵画。絵画は今我々はなんてことなく見ますけれど、中世から19世紀までの絵画というのは絵の具がとても悪かったんですね。ですから普通に描いたら夕暮れの風景になってしまうというようなところがあったわけです。ですから最初から夕暮れの風景を描いたりしようとするような発想もなしとしなかった。ですから当時良い画家というのは良い絵の具を調合できる人のことでもあったわけなんですね。しかし19世紀から科学というものが起こってきて、光の研究というのが進んできたわけです。そして科学の中心地帯であったフランスは、南フランスという場所がありますね。ここへ行ってみるとものすごく陽光さんさんとした明るい場所なわけです。そこで女性たちの金髪や繰り毛は輝くし、肌もね、白い肌が輝くし、それから彼女たちが着ている原色っていうのは映えるわけです。街も輝くし、何より海がねブルーに輝くわけです。でも当時の絵の具ではそれが表現できなかったわけですね。だから絵の具の進歩というものも起こってきましたが、これは一つには絵の具を混ぜてしまうからではないかというような考え方も起こってくるわけです。ですから絵の具をパレットの上で混ぜるのではなくて、人間の目に混ぜてもらおうというような発想が起こります。それが点描手法になってくるわけです。ですからゴッホという人、日本人大好きだし私もすごく好きですけれど、ゴッホの謎のような描点がありますね。ゼリービーンズがこう並んでるみたいな、あれはなぜかというと、その当時の点描技術というものを理解して彼の絵を見ないとその辺がよく理解されないというところがあります。しかし何よりその科学の台頭というものが大きな影響を与え、ある意味進めたり新しい流派を作ったりしたのは文学のジャンルなんですね。そのエポックはやはり何といってもダーウィンの進化論であると思います。これが現れてくることによって文学の流れっていうのが聖書的な、旧約聖書的な神話
の系譜からあそこでリアルのものに変わるわけですね。つまり、人間も動物であり進化的な力学や理論の囚人であると、そういう制約を大きく受けるはずだ。だったら戦争による英雄やそれから神的な美化という表現に果たしてどんな意味があるんだろうというような疑問が生じてくるわけですね。ですからもっと自然な形でありのままを描いていこうというような流派や考え方が起こってきて、モーパッサンやゾラという人が自然主義文学というものを提唱し起こしていきますね。ですから日本の文学っていうのは、田山潟の布団以降近代自然主義文学というものが最も輝ける頂点として、文学全体を引っ張ってきたと思う。しかしもう今忘れられていたりちょっと自覚が乏しかったりしますが、あれ輸入品なんですよね。そうして日本に輸入されてきたときに少しそのねじ曲げが起こっているように見えるわけです。日本っていうのは特殊な事情があります。だからさまざまなものを説明するとき、その日本の特殊性を探していくとよく説明できることがあるんですけれど、侍による威圧がとても長かったです。それから、明治維新以降薩長型の軍国主義上下関係というものが起こってきますですね。こういう中で威圧されて、で上位者たちはとてもかっこよく振る舞ったわけです。余すさえ切腹も潔くやってみせた。だから住人たちは彼らが繰り出してくる威圧というものに甘んじて耐えたわけですね。しかしその上位者たちもあまり上品ではない欲望に身を焼いていたり、格好悪い面もあったりというようなことを赤裸々に描いてほしく、でそれを公然と盗み見るような好みというものが文学に反映されていくということはないとは言えないんですね。もちろんこれは誰も言っていませんし否定されるでしょうが、しかし田山潟の布団という輝かしい原点というのはそういう面があるわけですね。実在の女流作家だったですけれど、これの説明もすると長くなりますが、ともかくそういった形でワイドショーや写真週刊誌やそれから週刊誌、そんなものがない時代に、近代自然主義文学がそういう側面を持って進んでいった面というのはなかなか否定しづらいところがある。そうしてこれらを盾のように使いながら、自身は無頼派に属しているが極めてうまく表現を行い、ジャンルの頂点に駆け上がったという天才がいると思う。それが太宰ではないかと私は考えるんですね。太宰さんというのは大衆が求めるような事件を自ら起こしてしまうようなところがあり、そしてその事件を大衆が求める形に演出、歪曲、誇張さえして提出していく。そして大衆はそれらを情報として見たくて本を買うという側面があり、しかしそれは太宰さんの計算の範疇であり、それらに惹かれて読んだ人たちも純文学の芸術的孤高というものをね、紙に油がにじむようにして理解していく、感じていくというような構造があると思う。これは大したもんだと思うんですね。文学もそういうところがありましたが、何よりも直接的にある文芸ジャンルを発生させたわけです。それが探偵小説というふうに言えると思う。それは何かというと、モルグ街の殺人現場に現れたものを見ればわかりますね。指紋、血液型、そして微物収集ですね。微物収集というのは最近も科捜研ということが大事にします。例えばナフタリンのかけら、昆虫の死骸のかけら、それから毛ですね。例えば動物の毛、人間の体毛、お風呂場でしたら陰毛とか、そういったものも大事になってきます。そこから分かることはとても多いわけですね。例えばモルグ街に A なら A という被疑者の血液が、被疑者の指紋が被害者の血でプリントされていたというふうになれば、 A という人が少なくとも現場にいたことは 100% 確実になってきますね。もちろんそこにもトリックの余地はないことはないんですが、
まあ、19世紀の時点ではそういう形で少なくとも被疑者 A がその場に深い関わりを持って存在したことは疑えない状態になるわけです。これは鬼平犯科帳の時代にはなかった科学ですよね。科学によって、A の現場への存在というものは立証されていくわけです。それまでの探偵小説というものは藪の中だったわけですね。芥川の藪の中のように証言者によって事件の様相がコロコロと変わっていく。だから捜査員が自分の経験則を生かしながら前科者や評判の悪い人を引っ張ってきて、そして拷問によって自白をさせる、自白がポイントであるというような形で処理していくわけですね。で、鬼平犯科帳やそれから人形差し死にしてもそうかもしれませんが、その場合あの人の言うことならば本当であろうというような、その人の名声とか実績というものが大いに作用していくというような素朴なものであったわけですね。そうするとこれには大いに冤罪が混じっていくということになっていきがちです。ですから暗闇坂っていう横浜の形状がありましたが、その上には牢屋があったんですが、そこではその間違いを呪う、ね、囚人たちの怨嗟の声や泣き声というのが日常的に聞こえていたと言われますが、確かに冤罪は混じっただろうと思うんです。しかし科学というものが台頭してきて、そういう冤罪の可能性を非常に低めたわけですね。この素晴らしさというものに感動をして、探偵小説というジャンルが発生していくわけです。そして同時にスコットランドヤードという警察が発生して、アングロサクソンが作ったものですね、これが自白に頼らない科学を用いた犯罪の立証ということを標榜し実行していくわけです。そうしてアングロサクソン世界にあった陪審制度というものが拷問があったかなかったかを点検をしていく、そこを主眼に点検をしていくという形で捜査現場が変わっていくわけですね。そうすると同じアングロサクソンのポーが、もともと彼は体質が違うわけですね。幽霊探やその夜の詩人という体質を持っていた、その人がその科学の最先端科学を用いた探偵小説というものを書いてしまう。こういうアングロサクソンの新しい捜査のありようと歩調を合わせるようにしてあの作品が出ていく。これは当時、まあ、前から存在していた陪審制度が成熟していくわけですが、その陪審制裁判に陪審員として参加するときのガイダンスというような面もあったわけですね。ですからあの作品は捜査員たちが専門風を吹かせず、証拠類を読者陪審的な読者に平等に開示していくわけですね。威張らないで材料を提示して判断をしてくれというふうなことを行っていく。ですから探偵小説の前段における平等な開示、それから怪しげな住人たち、これらのプロフィールも平等に提出し、そして外からやってきた探偵がそれらの材料だけを用いて読者と競争をしながら読者を出し抜く形で真犯人を指摘するというようなありようは、スコットランドヤードが始めた科学捜査、科学警察のありようそのままなんですね。つまり探偵小説というものは科学が発生しなければ現れていないわけです。これはすごく大事なことなんですね。しかし日本という遠くからその遠望したときに、この事実というものがよく理解されていないわけです。江戸川乱歩という人が正確にはもっと前から入ってきてるんですが、まあ定着させたのは乱歩さんですね。この時に彼がやはり初期の短編において科学的な理知的論理的な目を持って探偵小説を表現しようとします。でも十分定着しないわけですね。でこれを定着させるためにはどうしたかというと、見せ物小屋的なフィールというかな、趣味を引っ張ってくるわけです。それはなぜかというと、ヨーロッパにおいて起こった、アメリカにおいても起こりつつあった科学革命が日本にはなかったからなんですね。
ですから科学によって新しい文学が発生しました、それが探偵小説ですという形で作品を出しても日本に科学革命がないんですからわからないわけですね。そう、例えばシャーロック・ホームズという人、これは実際に科学者なんですね。コナン・ドイルという人が名医者であった科学者の範疇ですけれど、シャーロック・ホームズは盛んに科学実験をしたり、米科学 221B で顕微鏡を覗いたりしますよね。これは科学者としての態度なんです。そうして事件に関わって以降は幽霊や呪いやそういうものに一切恐れず、そういうものに対してビビらず、科学的で論理的な判断を下していきますね。これも科学者の態度なんです。つまりあの時点で、期待される市民像、新しい市民像というのは科学革命を経過して科学者としての発想をし振る舞いをしていく人というものが最も求められたわけです。それをコナン・ドイルがホームズ像として表現したわけなんですね。あれを見てもわかると思います。もちろんソーンダークとか実際にそういう人も出てきますけれど、そして日本に入れた時にそれがなかったので、本を売るために、もっとたくさんの読者を獲得するためにアメリカにいやヨーロッパにない要素を用いて読者にアピールしようとしたわけです。それが江戸の見せ物小屋的なフィールであったわけですね。そして大正時代になって、その世の中の方も見せ物小屋的なフィールを用いて衛星博覧会ということをしていきます。それは今も目黒海中寄生虫博物館ってありますが、あれなんかはとてもそのフィールをよく伝えているんですけれど、衛星観念を啓蒙するためと称して、病変死体とか、それから陰部が腫れた人とか、それから梅毒患者などの模型を見せていくということをやっていく。これはまたこれで当たっていくんですね。そしてこれを用いてやはり乱歩さんがどんどん作品を書いていく。それがとてもよく当たっていくということが起こります。そして日本においても科学小説であるということを示すように木々高太郎とか小坂井富木とか、そしてこれ知られてませんが横溝正史さんというのは現在の大阪大学の薬学部の出身なんですね。やはり医学畑の人なんです。こういう人たちが探偵小説を進めていくということになっていきます。しかし乱歩さんの見せ物小屋的なフィールをなぞるようにして医学的な気味悪さというものをね、作品中で改陳していくというような作風に抵抗ができなかったということはありました。そうして時代は進んでいくわけですけれど、ですからやや原点が誤解されたりねじ曲げられたりして進んでしまった可能性はあります。それは日本の自然主義文学ともよく似ている、つまり日本型の改ざんが起こっているわけですね。しかし日本はポー以降、あるいはコナン・ドイル、それからさまざまなアングロサクソンの才能たちが出てきます。探偵小説というのは大西洋を挟んでイギリスの才能とアメリカの才能がキャッチボールするようにして歯を競うようにして発展させていくわけですね。そしてはっきりアングロサクソンたちが進めるわけです。ただエラリー・クイーンという人はユダヤ人でしたけれど、このようにして進めていくんですが、この流れにすっかり歩調を合わせるようにして日本人だけは楽しんでいくわけですね。それは日本人の知的な一面であると思うんです。江戸時代に人工期という寺子屋の数学の教科書のようなものがベストセラーになっていますね。それから最近になってきて頭の体操ブームなんていうのもありました。それから新本格、こういうのは接続していくと思うんですね。